源の中州驿とは、源氏物語の注釈所である。高山郷土鑑蔵本では、源氏物語周囲章の下題と、源氏周囲や源氏中周囲の内題と思っている。江戸時代初期の僧侶であった、慶中の著作。奥書きなどによると、元禄9年7月19日初稿成立、最終的な完成は、元禄11年正月5日とされる。宮中の集大成とされる、古月抄を元として、その誤り、不備を訂正することを目的として執筆されたものとされる。江戸時代中期から後期にかけて主流になった国学者による源氏物語の注釈書の始まりに位置するもので、安藤貞明による1703年9月成立の紫屋七論と並び真中の講師と称される。慶中は本書に先立って、源玉編なる源氏物語の辞書を表したとされており、かつては現在では伝わっていないとされていたが、下題、内題とも、源氏山と言葉絵巻とする書物がこの源玉編であると考えられるようになり、慶中全集にも収録されるようになっている。本書は全部で8巻8冊からなり、大きくは第1巻の大意と第2巻以降の各巻ごとの注釈に分かれる。第1巻の大意は26の項目からなり、源氏物語の創設とでも言うべきものである。真中の代表的存在である、元居宣長による、源氏物語玉の大串などと比べると、従来の宮中の内容をそのまま受け継いでいる部分も多いものの、この中にはそれまでの主流であった儒教的な教会説をはっきりと退ける、源氏物語教授史上画期的な論説もあり、これは、元居宣長の、もののあわれ、論につながっていくものである。様々な資料を駆使して事実を明らかにしていこうという真中に共通の傾向ははっきりと存在するが、この中には映画物語をもとに紫式部にはこれまで知られている第二三位以外にもう一人、越後の弁と呼ばれた娘がいたとするといった誤りも存在する。それまで主流であった源氏物語は全部で60巻あり、それは天台60巻になぞらえたものであるとする説を、源氏物語の作中で仏教がどのように描かれているかを詳細に調べた上で否定しており、それは著者の慶中が高野山で長年仏教を学んだ優れた僧侶であったからこそ可能であったと考えられている。第2巻から第8巻は各巻の注釈である。その内容は北村紀元の古月抄を元として、その誤り、不備を訂正する形をとっている。徹底した要例主義をとっており、まず問題となる語句を挙げ、それに関する宮中を引き、次に、今案として、自説を述べている。慶中自筆の本書の原本は現在天理図書館に所蔵されている。他に、盛岡市立中央公民館本、宮内庁所領部本、国会図書館本、静嘉堂文庫本などがある。ありがとうございます。